ウクライナ軍、ストームシャドウでヘルソン州とクリミアを結ぶ道路橋を破壊。すでにウクライナ軍はクリミア大橋、およびチョンハル橋を破壊することに成功していたため、今回の攻撃で、クリミア半島とロシア占領地をつなぐ、3つすべての道路橋と鉄道橋が使用できない。これは大戦火中の大戦火。まさかクリミア半島への攻撃が、ここまでうまくいっているとは思わなかったわ。8月6日、今回ウクライナ軍によって破壊された橋も、チョンハル橋と同様、イギリスから供与させたミサイル、ストームシャドウによる攻撃だったようだな。ストームシャドウすごいわね。さすがに警戒が厳重になっているはずのもう一つの橋まで落とすのか。ガチでストームシャドウ、ハイマースと同様にゲームチェンジャーとも呼べそうな働きをしているわ。それはもうその通りだ。実際、クリミア半島の兵站を6月末以降ウクライナ軍は攻撃し続けた結果、ヘルソン州からザポリージャ州の最前線に展開する、多くのロシア軍の兵站網に致命的なダメージが生じ、ウクライナ軍はここを突いた。なんと8月6日には、ウクライナ軍がそこそこの規模の部隊にドニプロ川の渡河作戦を実行させ、ドニプロ川南岸でも、熾烈な戦いが始まっているようだ。ああ。ドニプロ川の渡河作戦確かに少しは噂されていたけど、川幅が大きいだけにほぼ不可能と言われていたような、それすらもやり遂げたんか。もう何から何まですごいことやってのけてるわね。ということで今回は、ロシア軍ガチで緊急事態クリミア半島の3つの橋が全て破壊され、クリミア半島完全孤立と題し、今回与えた橋への影響、およびそれに続いてウクライナ軍が実行していると言われる、ドニプロ川の渡河作戦について、触れていこうと思うぜ。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かったためになったとか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問などあれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。8月6日、ウクライナ軍はロシア占領地のクリミア半島とヘルソン州をつなぐ、ヘニチェスク橋への攻撃を実施、橋が崩れたことが大きな話題となったぜ。まずはその場所について、今回攻撃が発生したのはクリミア半島の北東部、アラバトサスからヘニチェスクへと続く、重要な道路橋だ。こちらが実際の現地の写真である。写真を見る限り、ミサイルの着弾は複数場所にわたって確認されており、橋が崩落している様子が見て取れるな。本当だ。最悪徒歩なら通行できるかもしれないけど、軍事用トラックとかで通過するのは、正直相当厳しそうね。兵站にも影響がありそう。ああ、大きな影響があることは間違いないだろうな。ロシア軍は昨年以降、クリミア半島における兵站網の開発に非常に力を入れており、アラバトサスにも軍事拠点を開発していたことが判明している。このアラバトサスからヘニチェスクに続く橋も、クリミア半島とロシア軍最前線をつなぐ補給路として、重要な役割を果たしていた。この橋の破壊が達成されたことにより、ロシア軍はヘルソン州とクリミア半島をつなぐ、すべての鉄道橋と道橋を失ってしまったことになるぜ。もうクリミア半島は終了ですね。国会に浮かぶ陸のことを、終了というほどではないけどな。もちろんまだクリミア半島をつなぐルートは存在する。しかし今回の橋への攻撃によって、クリミア半島と東側のロシア占領地をつなぐルートはほぼない。ヘルソン州とクリミア半島をつなぐルートとしては、西側のペレコープ地境ルートへの迂回が必要となる。これはヘルソン州ドニプロ川南岸部のロシア軍への、クリミア半島からの補給は大きな影響がないが、クリミア半島からザポリージャ州方面に対し、輸送を行うことが極めて難しくなったと言えるだろう。ふむ。補給路がかなり限定されている印象よね。クリミア半島からは、もう西側方面に輸送を行うってルートしか残されていなくて、ザポリージャ州方面には、ドネツク地方とかウクライナ東部方面から輸送するしかないというか、まあでも一応、アゾフ海から海上輸送でマリウポリとかベルジャンシクとか、ロシア占領本部に送るっていう手もまだ残っているのか。そうだな。そういう意味では、2022年7月頃に多発していた、ドニプロ川北岸に展開するロシア軍の殲滅のため、ドニプロ川のアントノフスキー橋やノバカホウカダムを、ハイマースで攻撃していた頃よりは、ロシア軍としてはまだ余裕がある感じだな。当時はその2箇所を完全に落とされてしまえば、本当に補給路がなくなるレベルでしたもんねー。今のところはまだ大丈夫と。そうだな。
なのでウクライナ軍によるロシア兵站網への攻撃は、まだまだ続くことになるだろう。第一目標はやはり、クリミア大橋の鉄道橋。こちらはまだ破壊が達成されていないため、ウクライナ軍としてはすぐにでも落としておきたいところではあるな。時点で目標となってくるのは、ベレコープチ橋ルートだ。そもそもクリミア半島とヘルソン州をつなぐ部分、こちらの写真が示すように大部分が海水の沼、いわゆる深いなんて呼ばれる地域だ。なのでクリミア半島とヘルソン州をつなぐルートとして、まともな交通路は西側の一角しか存在せず、このルートをどうにかできた場合、クリミア半島は本当に孤立することになるな。ただし、この辺りは他の場所とは違い、狙って攻撃するような橋がかかっている場所ではない。強いて言うなら、このアルムヤンスクという場所にも北クリミア運河を渡す橋が存在しているので、ここをウクライナ軍が攻撃する可能性は大いにありそうではあるな。ただし、この橋は破壊したとしても、ヘルソン州へ繋がるルートを断絶するわけではない。そういう意味でも補給路を断絶する、という考え方は難しそうだな。ひとまずは今回のヘニチェスク橋への砲撃の結果、ザポリージャ州方面に展開するロシア軍は、クリミア半島からの補給を受け取ることがかなり難しくなった、というところにとどまるだろうな。ということは、やっぱりザポリージャ州方面のロシア軍が一番影響を受けていそうだから、ここに圧力を強めていくことになるのかな？塹壕を突破するのは大変そうだけど、どうだろうな。実はこの橋への攻撃と同じタイミングで、ウクライナ軍はドニプロ川南岸部方面に対し、ヘルソンの州都から渡河作戦を実行しているとする報告も上がっている状況だ。ここからは、渡河作戦を実行に移しつつある、ウクライナ軍の動きを見てみよう。さて、7月末からクリミア半島が大きな混乱に苛まれている中で、ウクライナ軍の動きが強くなってきている場所が複数軸存在する。特にその中でも8月初めの動きとして興味深いのが、ドニプロ川の周辺でウクライナ軍が、かなり軍事行動を強化させているという点だな。ウクライナ軍の小部隊は、アントノフスキー橋から河口のあたりまで広く展開し、対岸のロシア軍の防御網を突破しようと試みていることを、ロシア側が報告しているぜ。この中でも最も重要な動きは、アントノフスキー橋の南岸部分、西側に橋頭保を築いたウクライナ軍が、そのまま東側に進出しているようだ。状況的には、ウクライナ軍はアントノフスキー橋を越えてロシア陣地に攻撃を仕掛けているので、これをロシア軍は砲撃で撃退している。ウクライナ軍はこの南下部隊を陽動としつつ、西側から2方面で攻撃を行っているな。ほうほう。これは見事な攻撃のように感じますね。ドニプロ川、川幅が広いから渡河作戦はかなり難しいと思われていたけど、実際のところはそうでもないのかしら？いや、難しいことは確実だな。大きな川はいつの時代も天然の大要害だ。しかしウクライナ軍にはここを攻める理由が十分に存在する。このアントノフスキー橋の南、コンカ川の先にオレシキという場所があり、ここが今ドニプロ川戦線におけるロシア軍の最も重要な防御陣地になっている。ここをウクライナ軍が攻略できるかどうかが相当重要な印象だな。なんでここが重要なの？オレシキの辺りを制圧することができれば、ウクライナ軍は南岸に大きな橋頭保を確保し、次なる一手として戦車を中心とする機甲部隊を前線に送り込むことが可能になるはずだ。これまでの攻撃では、ウクライナ軍は機甲部隊を送り込むほどの橋頭保を築けておらず、歩兵部隊による制圧でどうにかしているという状況でもある。なのでこれ以降の進軍には、機甲部隊の進出が欠かせないし、そのためにもオレシキは重要なんだよな。オレシキ付近ではウクライナ軍が積極的に戦闘を仕掛けており、オレシキの監視システムなどを破壊した、という情報が出てきているぜ。なるほど。オレシキがヘルソン州奪還の攻略の大きな鍵になりそうなのね。ヘルソン州は川さえなんとか越えることができれば、ザポリージャ州とは違って塹壕線が薄いし、そういう意味でもザポリージャ州とは異なり、かなり積極的な前進が期待できるわね。そうだな。ドニプロ川を越えてのウクライナ軍の積極的な攻撃というのが、果たして陽動なのか、それとも飛行のための準備なのかは不明ではあるものの、今回クリミア半島の兵站に致命的なダメージを与えたことも、影響を及ぼしていると言えるだろう。渡河作戦を本格的に実行するのであれば、この夏はとても重要になるだろうな。うん？この夏が重要なの？ああ。以前、カホウカダムをロシア軍が破壊したことで、ドニプロ川の下流が大いに氾濫、大洪水になったという事件があったと思うんだが、ダムの崩壊に伴って水が一気に溢れ出したことで、ドニプロ川の水位には明確な変化が訪れている。その影響が最も大きいのは、やはり水が少なくなりやすいこの夏だ。この映像が示すように、ドニプロ川の一部流域では、すでに川の水が干上がっている様子が確認されている。こういう場所は、ウクライナ軍が陸上部隊を前進させるポイントとしては、絶好の機会でもあるぜ。なるほど。
夏という季節柄からも、水が干上がりやすい状況にあるというわけね。だからこそ渡河作戦を行うなら、水位が減少しているこの夏にこそ行うべきだろうと。まあただ、干上がった場所が確認されているのは、カホウカダムよりも北の流域であって、今回ウクライナ軍により苛烈な攻撃が行われているアントノフスキー橋以南の場所とは、少々場所が異なるような感じなんだけどな。実際、干上がった川のあたりにウクライナ軍があまり移動していないことからも、川の干上がりを利用してのウクライナ軍の渡河作戦、というのはまだ憶測を超える話ではないぜ。果たしてオレシキを狙うウクライナ軍の動きは、ヘルソン奪還作戦を意図するものなのか、あるいはやはり陽動であり、ザポリージャ州への攻撃から塹壕戦の突破を狙っているのか、このあたりウクライナ軍の本当の意図を知るのは、もう少し先になりそうだ。といったところで今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。